ゴーゴー乗り物タウン。長い腕が自慢の高所作業者さんと、なかなか見られない仲間たちを紹介するよ。うひょー、ラッピー、ここだよ。おい、どこ？上を見てごらんよ。上？こんにちは、ラッピー。僕が高所作業者だよ。うわ、そんな高いところに。もう少し近くに来てほしいっぴ。オッケー、今からブームを縮めてそばまで降りていくよ。そうだ、安全のためにヘルメットをかぶっておいてね。わかったっぴ。おー、だんだん近づいてきたね。お待たせ、ラッピー。はじめまして、高所作業者さん。ラッピー、高所作業者さんは高いところで作業をするときに活躍する乗り物なんだ。高いところってどんな場所なの？例えば高いビルやマンションの壁に色を塗ったり、壊れた場所を修理したり、広くて大きなイベント会場の準備や、大きな天体望遠鏡の点検のときにも活躍するんだ。すごいんだ。いいよ、じゃあちょっと待っててね。あれ、何か出てきたよ。これはアウトリガーっていう高所作業者さんの大事な足なんだよ。足？足で何をするのかな。作業中、車が揺れないようにアウトリガーについたこの油圧ジャッキで車体を持ち上げるんだよ。4本の足でおよそ20トンの車体を支えるんだ。ほんとだ、タイヤが浮いてる。これで準備は OK。 ラッピー、お待たせ。バスケットに乗って。お邪魔します。楽しみだ。バスケットにある操作盤で操縦するんだ。操作盤の青い方のレバーを動かすと、下側のブームが伸び縮みして、反対側の赤い方のレバーで上のブームを動かすんだ。この2本のレバーを使って高さを調節するんだよ。そして地上からも操縦できるように同じものがここにもついているんだ。このくるくる回ってるのは何？これは風速計といって風の強さを測るんだ。風が強いと危険だから作業はできないんだよ。そっか。ラッピーが安全ベルトをしたら出発するよ。ラッピー、高所作業者さんが一番上の地上40メートルまで連れて行ってくれるって。下では見えなかったものがどんどん見えてきたっぴ。こんなもんじゃないよ、ラッピー。まだまだ伸びるよ。どうだい、そこが地上40メートルだよ。ラッピー、遠くまで見えて気持ちいいだろう？そうだ、今日は僕の仲間たちも紹介するよ。俺はスーパーデッキ、
場所を移動しながら高いところで仕事ができるように、俺のアウトリガーにはタイヤがついているんだぜ。本当だ。このローラージャッキを使って高速道路をゆっくり進みながら、壁に異常がないか点検したり、橋の下をチェックするんだ。こんなに人が乗って大丈夫なの？平気さ。この腕で1トンの重さまで持ち上げることができるんだぜ。私はトンネル点検者。他の高所作業者とはちょっと違うのよ。どこが違うのかな？電車のパンタグラフみたいに伸びていくよ。そうなの。まっすぐ上に上げられるこのアームが私の特徴なのよ。そうなんだ。しかも作業台は広げることもできるの。ラッピー、トンネル点検者さんは高い天井にある電球を交換するときなどに活躍するんだよ。最後はオイラ、ハイパーデッキの弟分スカイマスターさ、よろしく。兄貴の40メートルにはちょっと届かないけど、27メートルの高さまで上げることができるんだ。一本の腕がまっすぐ伸びているんだね。そう、そんなに場所を取らずに作業ができるから、ビルに囲まれたような狭い場所でも活躍できるんだよ。小回りが効くのがオイラの自慢さ。高所作業者さんには他とは違う動きをする仲間もいるんだよ。はじめまして、僕は橋梁点検者の BT400 っていうんだ。橋梁点検者ってなんだっけ？橋梁っていうのは橋や高い場所を通っている道路のことさ。そこを点検するから橋梁点検者なのさ。上からブームを下ろすんだ。あ、でもハイパーデッキさんたちが下からブームを長く伸ばせば同じように点検できるんじゃないの？ラッピー、橋や高い場所にある道路は下に川が流れていたり、広い道がない場所が多いから、大きなハイパーデッキさんたちは下に行けないんだ。だから上から作業ができる僕たち橋梁点検者の出番なのさ。そうだったんだね。上からブームを下ろして道路や橋の横の部分、それに裏側の状態を確認するんだ。ブームの先にはさっきラッピーが乗ったようなバスケットがついていて、そこから作業員さんが点検をするんだ。この方法だったらどんなに高い場所にある橋や道路でもこうやって点検ができるだろう。僕には高すぎて点検どころじゃないっぴ。ところで作業員さんたちは棒を振り回して何をしているの？あの棒はコンクリート点検ハンマーって言って、叩いた時の音で修理が必要かどうかわかるんだ。修理が必要な場所は叩いた時に他と違う音がするんだ。だからこうやっていろんな場所を叩いて回るのさ。ほえー、大変なお仕事だっぴ。高い場所で働く乗り物にもいろんな種類があるんだね。ラッピー、なかなか見られない乗り物に会えてよかったね。うん。どうだいラッピー、僕たちのこと分かってくれたかい？いろいろ教えてくれてありがとうだっぴ。じゃあ僕は仕事に行ってくるよ。バイバイラッピー。お仕事頑張ってね。ゴーゴー乗り物タウン。乗り物タウン。車が行き交う高速道路、みんなが
安全に走るために働く車があるのは知ってるかしら。パトロールや清掃などたくさんの車が活躍しているの。今日は高速道路で働く車の秘密を探りに探検に出かけましょう。今回はネクスコ中日本の富士保全サービスセンターにやってきたよ。今日一緒に探検してくれる仲間は春日隊員、はーい、アテ隊員、はーい、さあ二人とも、あそこにある黄色い車、何をする車かわかる？あれはみんな高速道路で働く車なんだ。へえ、そうなんだ。知らなかったでしょう。知らなかった。今日はどんな仕事をする車なのか近くで見てみようか。よし、それじゃ行くよ。はい。3人がやってきたのはネクスコ中日本の富士保全サービスセンター。新東名高速道路を中心に高速道路の管理などを行うところなのよ。さあ、こっちだよ。まずはこれ、交通管理パトロールカーっていうんだ。高速道路で車が安全に走れるようにパトロールしてくれる車だよ。へえ、そうなんだ。もし高速道路で事故が起きたり物が落ちてたりしたら、いち早く現場に駆けつけて車を誘導したり物を拾ってくれるんだ。ふーん。さあ、それじゃ近くで見てみようか。なんて書いてある？メキシコ。惜しい。それはネクスコって読むんだよ。パトロールカーを見ているとアテ隊員、車の色が気になったみたい。なんか普通のよくある車にも見えるけど、それの色変えた感じに。そう、なんで色変えてるんだろうね。普通のさ、白の車とか黒い車とかと比べてとっても見やすいよね。分かりやすいよね。何かが起きた時の緊急走行の時はあのサイレンが鳴って、この分かりやすい色で高速道路を走ってくれるんだ。へー。この車で高速道路をパトロールするんだけど、高速道路で起きている全てを知ることは難しいの。そこでネクスコ中日本ではここ道路管制センターで365日高速道路を監視しているの。異常を発見したらすぐに交通管理パトロールカーに知らせるのよ。パトロールカーはいろんなトラブルに対応できるように道具をたくさん積んでいるの。特別に見せてもらいましょう。二人も興味津々みたいね。何か気になるものはあるかな？これ。これ？これは LED 警告灯と言います。何をするものかわかる？夜とかに、暗い時に、なんかいろんな部分を見れるように、ライトみたいな感じ。ライトみたいな感じ？火を出す。ハルタンは火を出す。二人とも残念。正解は光ってるの分かる？これは例えば事故が起きた時とかに、後ろの車にこの先に何かありますよって知らせるためのものなんだ。そうなんだ。そう。他にも車線変更を知らせる矢印板や、車を引っ張る牽引ロープ、組み立て式のほうきなどを準備しているの。春日隊員、もう一つ気になるものがあるみたい。なんだこれ、これなんだと思う？棒？棒？これはね、ちょっと開けてみようか。うわ、すごいよ。これ何かわかる？これは、これ、旗みたいな。お、正解。これは旗なんです。あ、そう。そう。例えばさ、高速道路で事故が起きたり、すぐに片付けられない物が落ちてたりした時はさ、隊員さんが
この旗を振って高速道路で走っている車をしっかり誘導してくれるんだ。かっこいい。なんか見た目重そうに見えるけど、でもすっごい大きいよね。持ってごらん。あ、すごい軽かったね。軽いね。片手でも持てる。では特別に旗の振り方を教えてもらいましょう。よし、じゃあ旗を振ってみよっか。じゃあまずは車に右に寄ってもらいたいときにどうやって振るか教えます。まずはこっちに大きく振って戻す、こっちに大きく振って戻す、これを繰り返します。お、もっと大きく頑張れ。いいよ。できるかな。こっちね。二人とも上手。じゃあ次はと思ったら当てたい旗が巻きついちゃったわね。今度は左に誘導ね。左に振って戻す、こっちに振って戻す。はるひたい手まで巻いちゃったみたいね。旗を上から下に大きく。最後はスピードを落とせの合図。旗の端っこと端っこを持って上から下に下ろす。上から下に戻す。ハルヒタイにはちょっと旗がまだ大きかったみたいだね。さあ、さっき2人には旗を振ってもらったよね。うん。じゃあ例えばそうだな、夜寝てる間5時間とか6時間工事だったり事故だったりで道が使えなかったら、その間ずっと旗振ってられる？無理だよね。そんな時に活躍するのが次紹介するこの車、標識車だよ。この車の最大の特徴はディーゼル発電機で作った電気で表示するこの LED 標識装置なの。この標識車が旗を振る代わりにどんなことをしてくれるか、早速正解を見てみるよ。お願いします。さあ、こっちを見て。ほら、これはこの先で事故が起きていて、この先の高速道路は進めないから、ここの出口で出てくださいっていうのを標識で出してるんだ。うん、こうやって旗を振る代わりにいろんなことをここで表示して誘導してくれるんだ。そうなんだ、すごい。標識車は高速道路を使う人が安全に運転できるように、道路の状況に応じていろいろな標識を出してくれるの。標識は運転席で操作できるから、必要に応じてすぐに表示できるのよ。画面にある一覧から選ぶのね。ここで当て隊員も教わりながら標識を表示。自分が操作して出した標識に大満足みたい。終わったです。次は少し変わった車を紹介するよ。うん、さ、こっちに来てごらん。ほら見て、大きなブラシがついてるよね。本当だ。これ何をする車かわかる？掃除する車。お、どこを掃除する車？高速道路の道路。高速道路。だいたい正解。これはね、高速道路の中のトンネルってすごく汚くなりやすいから、うん、こうやってブラシを使ってきれいにしてくれるんだ。そうなんだ。うん、今日はさ、ブラシ回ってるところを見せてもらおうか。うん。よし、お願いします。お願いします。はい、じゃあ危ないからここで離れてちゃんと見ててね。お、あれ動かない。前見て、こっちこっち、前前前前。あ、なんか動いてる。動いてる。動き出したね。すごい速い。すごい速い。速いよね。開いてる風に見えちゃう。後ろも見て、ほら。なんすごい。メリーゴーランドみたい。メリーゴーランド。これで壁をきれいにしてくれるんだ。こんなに速かった。
このブラシ速度を変えることもできるんだよ。そうなんだ。一番速いの何キロ、どれぐらいなんだろう。そうだね。ほら、うわ、すごく速くなったの分かる。うん、これ一番速いのかな。そう、速いよ。風がすごいね。下の部分、壁の横側、壁の上側、全部がきれいにできるね。すごい。これが万能車が実際に働いている様子よ。作業するときには水を積んだ散水車を後ろにつないで、水をまきながらブラシで壁をきれいにしていくのよ。高速道路で働く車は他にもたくさんあるの。長くて折れ曲がるブームで橋の側面や裏側まで検査することができる橋梁車や、道路に積もった雪を一気にかき分ける除雪車など、ネクスコ中日本ではおよそ30種類の車が活躍しているんですって。すごいわね。最後に高速道路のことがよくわかる場所にやってきました。それじゃあ説明を聞きに行ってみようか。富士保全サービスセンターの中にあるコミュニケーションプラザ富士。高速道路のことがよくわかる体験型の施設なのよ。ここではどんな発見があるのかしら。よし、それじゃあ今日はお願いします。お願いします。お願いします。こんにちは。こちらは高速道路ができるまでのジオラマです。土の状態を調べて、環境や動物を調べて、最後に地元の方々に説明するまでを表現していますよ。わかる。高速道路を作る場所が決まったら、土地を平らにして頑丈な道路を作っていくの。そこではたくさんの重機が働いているのね。すごい時間かかりそう。そうだよね。いろんな車が働いてるね。うん、働く車のことはもちろん、高速道路のことも分かってよかったわね。今日は高速道路で働く車についていろいろ教えてもらいました。今日一日、春日隊員どうでしたか？すごく楽しかった。楽しかった。今日はさ、うん、交通管理パトロールカー、標識車、万能車、3つの車を見たよね。うん、どれが良かった？2番、なんかかっこいいなって。の、かっこいいなって思ったか。そっか、僕も2番。あ、そう。なんか電気だけでなんかアニメーションとか、うん、あとまずまずハンドルの運転席がすごい背よりも高かったからびっくりした。うん、そっか。僕は3番の万能車がお気に入りになりました。だってさ、車左ハンドルなのかっこよくなかった？確かに、外国の車って左ハンドルだからかっこいいのかな。うん、最後に見せてもらったジオラマも良かったね。うん、うん、次はどんな乗り物に会えるかな。それじゃあみんな、バイバーイ。